サッカーのフィールド、サッカーにおけるフィールドもしくはピッチは、サッカーにおいて試合を行うために設けられる、競技の場である。サッカーのルールである、ロース・オブ・ザ・ゲーでは、第1条にザ・フィールド・オブ・プレイと規定されている。なお日本サッカー協会による、サッカー競技規則では、競技のフィールドとして記載されいる。規定にはメートル法に基づいた、長さ、大きさの表記以外に、 ヤードポンド法に基づいた長さ、大きさの表記が平気されている。以下で登場する1ヤード、ヤードは正確に0.9144メートルである。タッチラインはゴールラインより長くなければならない。ただし、国際大会では以下の通りとする、ゴールエリアをフィールドの両サイドに設置する、ゴールライン上にゴールポストの内側から両端5.5メートル、 六ユーズのところにポイントを設置する。この二つポイントからゴールラインに対して直角な5.5メートル、六ユーズの長さの直線を引く。この直線の先端同士をゴールラインに平行になるように直線で結ぶ。これによって区画されたエリアがゴールエリアとなる。ペナルティエリアをフィールドの両サイドに設置する。ゴールライン上にゴールポストの内側から両端。 1 6 5ル、1 8ユーズのところにポイントを設置する。この2つのポイントからゴールラインに対して直角な1 6 5ル、1 8ユーズの長さの直線を引く。この直線の先端同士をゴールラインに平行になるように直線で結ぶ。これによって区画されたエリアがペナルティーエリアとなる。 両サイドのペナルティーエリア内にゴールポストの中央から11メートル、12ユーズ離れた地点にペナルティーマークを設置する。ペナルティーマークは2つのゴールポストから遠距離でなくては、ならない。それぞれのペナルティーマークを中心とする半径9.15メートル、10ユーズの子をペナルティーエリアの外に設定する。これが、ペナルティーアークである。各コーナーには、 旗のついた先の尖っていない1.5メートル5フィート以上の高さを持ったフラッグポストを設置する。各コーナーのフラッグポストから半径1メートル1ヤードの4分の1円弧をフィールド内に設定する。これがコーナーアークである。ゴールは2本の直立したポストとその頂点を結ぶ水平なクロスバーからなる。2本のポストとこれに 最も近いフラッグポストの間の距離は遠距離とする。2本のポストの間隔は7.32メートル、8ユーズとし、クロスバーと地面の間隔は2.44メートル、8フィートとする。ゴールポストとクロスバーの厚さは、同じとし、12センチメートル、5インズ以下とする。色は白でなければならない。ゴールはグラウンドに確実に固定していなければならない。 日本サッカー協会によって日本国内における国際大会 J リーグ国民体育大会等ではフィールドの大きさを105メートル68メートルと規定しているフィールド外になるが国際サッカー協議会の決定によりこれ以外にテクニカルエリアが設定されているテクニカルエリアはベンチの両端1メートル1ヤードベンチの前方に フィールドの手前1メートル、1ヤードで区画されるエリアに設定される。このエリアはラインもしくはマーカーによって明確に規定されることが望ましいとしている。このエリアはチームスタッフ、特に監督が指示を出すために設定されるエリアであり、指示を出した後は速やかに元の位置に戻らなければならないと決められていた。現行ルールでは改正され、監督、 必要がある場合通訳1名を加えても良いに限り、エリア内でなら、ピッチに近づいた位置に留まることが認められている。試合中、チームスタッフは、基本的にこのエリアの中に留まっていなければならない。タッチラインからボールが出た場合には、最後に、ボールに触れた競技者から見て、相手側チームのスローインによって試合が再開される。ゴールラインからボールが出た場合は、 以下の方法で試合が再開される。センターマークはキックオフを行う際にボールが設置される。キックオフを行うとき、キックオフを行わないチームの選手はセンターサークルの中に入ってはならない。逆に言えば、センターサークルの中に相手選手が入っている場合、キックオフを行うことができない。こうした行為は遅延行為により警告、イエローカードの対象となる。 このエリア内でのみ、ゴールキーパーは手でボールを扱うことが許される。真上から見て、ペナルティーエリアのラインに少しでもかかっているボールはエリア内にあるものと認められる。また、守備側が直接フリーキックに相当する反則を犯した場合、ペナルティーキックが与えられる。ペナルティーキックを行う際にボールを設置する。ペナルティーキックを行う際、 ペナルティーキックを蹴る選手と守備側のゴールキーパー以外はペナルティーキックが蹴られる瞬間までペナルティーアークおよびペナルティーエリアで区画されたエリアの内側に入ることはできない。なおペナルティーエリアに隣接してはいるがペナルティーアーク内ではゴールキーパーもボールを手で扱うことはでき。コーナーキックを行う際にこのアーク内にボールを設置する楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。